ティモンディ VS クーニンズ、プライドをかけた3打席勝負。さあ高岸捉えられるか。打った打った、前田の実力は。打球の行方は。果たして勝負の結末は。ティモンディのベースボール TV。 前回クーニンさんとのコラボで、なんと今回僕らとちょっとクーニンさんの選手の方々と対戦させていただけるとちょっと聞いたんですけど、はい、よろしいでしょうか。ぜひお願いいたします。ありがとうございます。そこで今回クーニンズとの対戦が実現。題してクーニンズ最強ピッチャー対ティモンディの3打席勝負。まずティモンディの2人に立ちはだかるのは、140キロを優に超える剛速球を武器にアマチュア野球界のトップに君臨する男、前澤力。対するは、はい、おお、強豪佐治高校で4番も務めた男、我らが前田裕太。3打席勝負の行方は。さあ始まりました。ティモンディ前田が打席に入ります。上半身には強豪済美高校のユニフォーム。前澤運命の1球目。初球は外角のストレート、コントロールまで完璧な前澤投手です。おっと、少し力が入ったか。2球目は低めに外れてワンボールワンストライク。さあ前田、バッティングカウントで迎える3球目。ここはインコースギリギリに厳しいボール。ここまでは前澤投手が1枚上手か。さあ追い込まれた前田、果たしてヒットは打てるのか。打った、しかしこれは打った、しかしこれはボテボテのセカンドゴロ。セカンドゴロ、ナイスピッチャー。1打席目は前澤投手の勝利。さあ一矢報いたい前田の2打席目。打ち上げた、これはファールボール。グラウンドには雨が落ち始めました。これはバッター有利となってくるんでしょうか。前澤投手の2球目。記録はファーストゴロ。前田、後がない。追い込まれました。2打席目も前澤投手が圧倒。後がない前田の3打席目。余裕すら感じる前澤投手、1球目です。初球から振った、しかしまだ前澤投手の球を捉えることができません。欲が出てる。欲をなくせと自分自身に言い聞かせます。
続く2球目止めたバット、ここまで全く歯が立たない前田、意地を見せてくれ。アウトコースいっぱいのストレートで空振り三振。この結果、クーリンズ前澤投手の完全勝利。前澤投手、またの再戦お願いいたします。さあ打席にはティモンディ高岸、相方前田の雪辱を果たせるか。乞うご期待。やればできる。やればできる。みんなならやればできる。